そう、どん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 ね、国債発行してお金を配ればいいんですよ。だって日本人として、日本人が金持ちになるの困らないでしょ。ね、同胞が豊かになるわけですから。豊かにならないまでも飢えずに済むわけだし、仕事を辞めずに済むし、ローンを解約せずに済むし、自分の住宅をね、手放さずに済むわけですよ。こんなね、誰も予想してなかったようなこととか、その備えようもないようなね、てんべん地位で、いちいち個人の責任とかね、自己責任を追及するなってんだよ。南海トラフでも、これ自己責任とか言い出すやついるんじゃないですかね。いや、とにかくね、マスク2枚、マスク2枚配れ。 いやいや、なんか言いたいこといろいろありますけども。ね、皆さんも言いたいことあるでしょ。なんか最近ね、YouTube で、香港チャンネルっていうのがあるんですけどもね、これが面白いんでチャンネル登録していつも聞いてるんですけども、香港さんってなんか、タレントさんとしては私ね、よく知らない人だったんですけども、YouTube やりだしてすごい面白い人ですね、これね。こういう人がコメンテーターやったらいいのになと思うし、あとね、もう一個北海道の旭川の、14歳の女の子の事件があったでしょ。倉庫が燃えたとか車が燃えたみたいな感じで、あれね、いいですか、例の加藤先生ってほらヤンキー上がりで、まあ、ヤクザになって、で今、人を更生させるプログラムをやってるっていう方ですよ。どこぞのね、ヤンキー先生よりもね、腰が据わってますよ。どこぞのタレントさん、三原じゅん子よりもね、腰が据わってますよ。比べるのが悪いぐらいですよね。で、あと尾木ママもこういう時は出てこないでしょ。偉そうなこと言ってたけども、こういった旭川の問題とかコソコソしてるわけですよ。まあ、そこはいいとしてですね、なんですかね、加藤先生か、加藤先生すごいですよ。この前旭川のことを現場に行って喋ってるの、 YouTube1 時間ほどのやつ見ましたけどもね、やっぱりこの人がね、第三者委員会に入ってほしい。あれは北海道の旭川事件の第三者委員会にね、つうか入らなくてどうするんですかってことですよ。あとは武田鉄矢が入ればいいと思いますよ。だからね、あっちょい第三者委員会やるから、今ね、学校に聞き取りしてもね、もう第三者委員会が冷静に判断すると思いますんで、今日私が言うことありませんとか言って、結局第三者委員会ができちゃったから逃げ口上をね、取らせるわけですよ。でもおかしいですよね。当事者が目の前にいて、教頭なり担任がいて、証言すればいいわけですよ。第三者委員会に伝えたのを二次的に使わなくても。もうダイレクトに言えばいいのに、やっぱりね、姑息なんですよね、あの辺は。いろんな人と口裏を合わせて、一番自分の出世が、自分のね、もうキャリアが守られるように作っていくわけなんですよ。だからそういうことに全く意味がないですよね。私がね、旭川の、保護者だったら、もう逮捕覚悟で、もう乱闘ですね、これはね。そのぐらいしないと収まらないだろうと思うんで、週刊文春とか、他のマスコミとか YouTuber が来てるだろうということを予見してですね、さらに問題を大きくして、で、もっともっと注目させるようにね、踊りまくろうかなっていうところですよね。まあ、現実はそういう暴力的なことは許されないんですけども、もう私はそこまで冷静にいられないですね。もう昭和のガミガミ親父をそのまま生かしてもらいますよ。いい子ちゃんでいてね、子供の命なんて守れない。それこそ私たちは捨て身になってね、もう本当に差し違えるつもりでやっていかないとやれないですよね。私はもうだからね、許されないことには時にはね、暴力で立ち向かう覚悟できてますからね。まあ、なるべくそれを使わないようにしたいと思いますけども、でも通用しない人間には容赦しないという姿勢は、まあ、今でもあるし、まあでも体鍛えておかないとね、でもね、返り討ちになっちゃいますからね。はい、まあ穏やかじゃないことも申し上げましたけども、動画2本続けてご覧いただきましてありがとうございました。それではまた会いましょう。